チームは5大学いて、それぞれの同期で声掛け合って結成しました。まあ、正直訳が分からなかったんですけれど、まあ、みんなでたくさんワイワイ楽しくできたので、お祭りみたいだなと思って、正直まだ実感あんま湧いてないですね。どっちかっていうと楽しかった方が強いので、まあ、明日もチーム全員で一丸となって勝利をもぎ取りに行きます。つながりは、まあ、私が声をかけて集めたメンバーです。マチレスとしてヘルムで出るのは初めてで、でこのメンバーで出るのも今日が初めてだったんですよ。まあ、自分で攻めれたところと攻めれてないところがあって、でその攻めれてないところでちょっとその悔しい思いをした部分があったんで、それは明日はなくして、もっとギリギリまで相手のことを攻めて、自分たちが有利なポジションに立てるように明日はしたいなって思います。